今日は谷口屋に来ました。油揚げです。これが油揚げ御膳ね。こっちが油揚げ、めちゃくちゃでかいんですよね、これが、手のひらぐらいあるの。油揚げ尽くし。でこれも油揚げの佃煮らしい。油揚げと生姜の佃煮、変わったもの、でこれが福井名物のおろしそば。でこれをかけると、でまずはこのまま油揚げを食べて、味をに変化をつけるときは、味に変化をつけるときは越前塩、越前塩ね、で食べて、あとは薬味と揚げステーキのためとかポン酢とかいただくそうです。私は実は初めて来たんです。私は何回も来てるんで食べ方分かってます。さあ、食べましょう。はい、くさくよね。この端っこが大豆本来の味が感じられるって書いてある。最初はそのまま食べてくる。結構パリッパリ、ちょっと待ってめっちゃジューシー。でも脂っこくはないでしょ、そんなに、でこれがご飯に合うんですよ、油揚げは。意外に思われるかもしれないけど、大豆を味わってるから。大豆味わってる、大豆の味が口に広がるし、油も結構ジューシーだけどサラッとはしてる。油で食べるくどくない。エチゼンディオ、あ、なんかね、しっとりした塩よね。外側じゃなくて、豆腐の部分につける。断面見せてあげる。断面、分厚さを、分厚いこの感じですね。その白い部分を、この塩塩をつけて、うまい。この揚げステーキのタレと薬味、この大根のしとネギ、美味しいな。間違いないよな。これ間違いないな。ご飯に合うな。こんなの。この白い部分だけ抜き出して、越前塩をちょっとつけて食べると、めっちゃうまい。味変わる？うまい。やっぱパリパリの皮は私は何もつけずにそのまま食べる派です。で食べると、でこういう風に両方食べるときは、ここに大根おろしとネギ乗せて、乗せてつけて、この揚げステーキのやつと一緒に食べるっていうのが僕の好きな食べ方。
2ですね。まあ福井県民ですからね。完食です。めっちゃ、結構お腹いっぱい。あのサイズやし、なんかほら、結構全部あっさりしてるし、ロードバイク乗ったんでやん、がっつり。めっちゃお腹も空いてて、絶対楽勝で食べれると思ったけど。結構な量ありますね。結構食べてみたら食べ応えがあって、よかった。ご飯おかわりできるし、薬味もおかわりできるし、油揚げめっちゃでかいから、ただ、あれですよ、食べきれないと思った人は半分の午前もありますから。半分サイズに最初からできるのもあるよ、ね、おすすめです。まあ、県の一押しの谷口屋、福井県来たら、まあ、僕だけじゃなくて、まあ、他に例えば月曜夜更かしとか、あと青空レストランにも出てたかな、私が知ってる限り、っていうぐらい有名なとこなので、で、ここ多分土日のもう本当に休み時は200分とか並ぶとか。そうそう、そのテレビとかで私は見てて、そう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 、めっちゃ並んでるイメージしかなくて。並んでるもんですから、来られる方はもう早めに来るかってことをしてください。あとお土産買いたい方も、10時から15時にやってますんで、まあ、できれば10時前に来てもらう方が確実だと思います。本日は福井県民が愛する油揚げ谷口屋のご紹介でした。それではまた次の動画です。